ニッコ・ハルキンは、ソナタ・アークティカに在籍していたことで知られる、フィンランド出身のキーボディスト。ソナタ・アークティカ加入後から、メロディックメタルファンを中心にその名を知られるようになるが、加入前には、カンジーナーというバンドに在籍していた経験を持つ。このカンジーナーは、フィンランド人ギタリストによるネオクラシカルメタルのプロジェクトであり、ニッコは、セカンドアルバムの時から、 専人キーボディストとして加入した。しかし、現在は諸事情により活動を休止している。カンジーナを脱退後、レコード会社から、ソナタ・アクティカに加入しないかという話を持ちかけられ、2000年の初めに加入。その後、ストラティベリアスとラプソディとのツアーや、ソナタ・アクティカのセカンドアルバム、サイレンスなどで活躍する。しかし、 メンバーたちとの友好的な関係を築けないこと、長期にわたるツアーによる疲労もあり、2002年9月に脱退を決意する。また2002年にリリースされたティモコ・コティ・ペルトのソロアルバム、ウェイティング・フォー・ザ・ドーンにも参加した。そなたアークティカ脱退後は、ミッコが敬愛するイングベイ・マルムスティーンからツアーメンバーの誘いもあったが、前述の通り、ミッコは、 長期にわたるツアーを嫌がっていたこともあり、誘いを断った。その後、ミっ子は、自身のバンドウィングダムを結成する。ベーシストに、元ラプソディのアレッサンドロを迎え入れ、体制を確立。そして2005年の春にデビューを果たす。しかし、その後ミっ子自身は、ウィングダムから脱退し、それから、ウィングダム自体も解散した。また2005年には、ディバインファイアのセカンドアルバム、 ヒーローにゲストで参加した。また、その縁からか、ディバインファイアの中心人物のヤニステファノビックが、中心人物であるエッセンスオブソローに加入した。また、自身のバンドメヒダを結成する。さらに、2008年からは、ヤニステファノビックが参加する、スウェーデンのメロディックデスメタルバンドのソリューション、45に加入した。ただ、ファーストアルバムには参加したものの、 メヒダの活動を理由に2010年にソリューション45から脱退している。そのため、同アルバムにはゲストメンバーとしてクレジットされた。さらに、2009年からは元ソナタ・アークティカのギタリスト、ヤニ・リーマ大年とともに、カイン・ s o オフェリングでの活動を始めている。2010年、元アングラ、シャーマンのアンドレ・マトス、元ストラトバリウスのやりカイヌ来年、 元ストラトバリウスのティモトルキ、元ハロウィン、ガンマレイのウリカッシュラと共にパワーメタルバンド、シンフォニアを結成。2011年春にアルバムをリリースしている。レコードレーベル及び企画品版は日本版のものである。日本版未発売のものについては表記していない。ありがとうございます。